じです。ならないよ、こんなに。今みたいに来ると思った、手振って。来ねえだろ、はい、今回も何も聞いてないぞ。いや、もうそっちで行きましょう。そっちで行きましょう、はい、え、今後もう一切言われないの俺。まあ、基本はこっちも大変なんで。行くぞ。俺も企画に混ざってみんなに切磋琢磨してやろうってことを思ってたんだけど、一回もないじゃん、企画会議。まあ、お忙しいですから、コンパクトに。コンパクトにね。長くなるかもしれない、本日の企画。長くなるかもしれない、もしかしたら。ああ、でも、はい、俺これね、悪くないんだよ、実は。あ、そうですか。はい、ちょっと読ませていただいていいですか。はい、今回の YouTube 企画がおすすめされたら絶対に食べに行く旅ということでやらせていただきたいと思います。これ第2回でございます。これね、何がいいかっていうと、はい、別の現場でちょっと女性の方と撮影現場で会うことがありまして、その方がね褒めていました。女性ってゲーム配信を見るっていう人がやっぱり少なくて、俺のゲームジャンルをねドルとかやるんで、で何の動画見てるんですかって聞いたら、あ、最近やってたグルメ旅めっちゃ面白かったです、ありがとうございます。あの企画と思って俺はピンときてないの。でも美味しいご飯にはありつけたから、そういうことなんですね。あ、そうなんです、そうなんです。実際俺が行った前回の上野の油そば屋さんだったりに視聴者の方々が来てくれて、インスタとかX とかで僕に報告をしてくれるんで、あ、そういうムーブメントは嬉しいなと思いながらなんか見てますけど、だからそういうのもろもろ込みで俺この企画好き。企画のちょっと概要みたいなのをもう一回説明しておくと、はい、街の人にスマホに入っているグルメを聞きましょう。写真を見せてもらったグルメは絶対に食べに行かないといけませんってことで、インタビューをします。だからでインタビューをした街頭の人に今までの人生で食べたグルメの中で一番美味しいものってスマホの中に残してますか、そのスマホの写真見せてくださいとインタビューをします。そのインタビューをした写真のお店に今日中に行きます、絶対に。それが今回の企画でございます。でも今回のスタート地点ここなんですよ。はい、新宿駅でございます。新宿のね、女男はね、新宿にしか来ない。だそれで言うと、間違ってるかな、前回。え？海外の人が森なしで6割だったんで。確かに。うん。そういうとこ気をつけよう。ということで、ちょっとインタビュー早速やっていきますか。ちなみに新宿はよく来られるんですか？新宿は僕よく来ますよ。僕も、生活エリアというか、遊ぶ、買い物するってなったら新宿に来ます。グルメも結構知ってる。僕はね、おすすめのしゃぶしゃぶ屋さんがあるんですよ。で、私も今すごいお腹が減ってるので、どうしますか、もうインタビュー嘘ついてしゃぶしゃぶさん行きましょうか。今何て言いました？インタビュー嘘ついてしゃぶしゃぶ屋さんに行きましょうか。いや別に僕はそれでもいいんですけど、ここ使いますし。使うな使うな、ここ使うな。まずはインタビューなんですけど、インタビューが苦戦したね。インタビューって難しいんだよ。難しい。テレビとかでさ見るさ、インタビューはやっぱりカットされまくってるからさ、すごい裏にはさ失敗があるんだなってのを思う、実際にやってて。今回俺に関してはちょっと新宿の県内で住みそうな方プラスしてやっぱりスルーされない方に目処絞ってインタビューをしていきたいと思います。新宿駅南口からスタートでございます。うまいもの食おう。前回のうまかったもんな、マジで。油そば、はい、ほら油そば大正解だったんだ。人生初でしたよ。そういうものになんかありつけたらいいなって思ってます。ということで、ごめんなさい、僕作戦になるんですけど、はい、ここで聞くと遠くに飛ばされる可能性あるんですよ。歌舞伎町行っていいですか。あそこにいる人たちはあそこに住んでるんですよ。なるほど、はい、お任せします。歌舞伎町に行きましょう。新宿もうここで始まってるってだけで場所を変えていいもんね、はい、北海道に行ってもらえるそこに行かないために
工夫を凝らしてるんでしょ。バカなやっぱ。何言ってんの。ちなみに今日食べたいなっていうジャンルは何かあります。あ、ガチで言っていいですか。これもさっきしゃぶしゃぶの話してたんで、しゃぶしゃぶ食いたくてしょうがない。人生で1回だけ、はい、ナンパだけで1日費やした日があるんですよ。怪しいさ、ツイッターとかに流れてるナンパ師が書いた金儲けのために書いたノートがあるわけよ。1個1万円ぐらいの買い漁って、それをね熟読して俺はナンパに挑んだの。一人も引っかかんなかったね。100人ぐらいに声かけたもん俺。いろんな場所を変えて、ここでもしたし俺、あの池袋も有名なの。今やったら変わんのかな。そのスタンミさんを知ってる人はなしでね。なしでやりたいね。いや俺はまだまだだね。もっとさ、もうスタンミさんみたいな、もう歩けなくなるぐらいよ。来年は目指そう。頑張りましょう。そうですね。一番すごいの見たのが DJ ポイなんだけど、はい、歌舞伎の街を夜あいつが歩くと、はい、すごいことになりました。ファンの人だけ、ホイさんだけじゃなくて、キャッチの人はホイさん、ホイさん、お世話になります。お世話になります。夜の歌舞伎を知ってる人は分かるけど、大しけでございます。ここはもうイベントエリアになって、なんかもう話全く別の話なんだけど、ここ一帯がその東横の人たちの住処になってて、ブルーシートだったり、もや絨毯とか持ってきたりして。寝たり鍋したりカードゲームしたり、あとあれかけっこしてて 50m 走してた。じゃあ始めますか。ちょっとインタビューの方、はい、ちょっと思った経験とは違ったけど、ここでいい方をちょっと見つけてね。うわマジで一人ね、こんなことあんだ。一番一人いない時間かも。ま、あの女性の方々良くないか。ちょっと聞いてみますか。すいません、あの YouTube のインタビューしてるんですけど。知ってますよ。あ、知ってますか。見てる。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと聞いてるんですけど、はい、いいですか。はい、スマホの中に入ってる今までの人生で、あの食べたご飯のね、一番美味しい写真見せてほしいな。写真あんま撮らない。じゃあなんか1個だけなんかない。食べ物のやつ撮っても消しちゃう。消すんだよ。なんでだよ。いや、いらないんだもん。ありましたか。すみません、それぞれお話をお願いします。すみません、じゃあちょっと見てもいいですか。あの企画内容をもう一回説明すると、はい、僕あのグルメの写真を聞いて、そのグルメの写真を見た瞬間にそのグルメの場所に教授に行かないといけないんで、大丈夫ですか。はい。でもそういうの考えずに今までの人生でちゃんと美味しかったものを僕に教えてくださればいいんで、ちょっと見せてもらっていいですか。これです。何、ちょっと待って、食べ物じゃないじゃん。食べ物でもいいかな。何これは。これあの富士急行った時にあの飲んだコーヒーなんですけど。富士急富士急これ富士急の何てお店ですか。え、なんか出店だったでしょ。あるかどうかもじゃあ分かんない、はい、じゃあお店の名前とかもあんま覚えてなくて、ね、気持ちいいって書いてあるコーヒーカフェラテこれね。あ、そうですね。ココアだった。ココア分かりました。じゃあ富士急ハイランドにある名の知れない気持ちいいのココア分かりました。じゃあもう一回ちょっと見せてもらっていいですか。はい、皆さん覚えてください。選べる。あ、そう、なんか字が選べるんだ。選べるんだ。これが一番わかった。3人で行ってね。気持ちで全部一斉に気持ちにして。ありがとうございます。こんなでいいですか。全然一番いいっす。はい、でせっかくで写真撮りますか。いいですよ、撮りましょう。決まりましたね。いや、インタビュー受けてくれて、さすがにうわーみたいなリアクションできなかったからさ、さっきはできなかったけど、うわーだよ。富士急だぜ。おい、しかも俺今日予定あるべや。かなり時間ギリギリでしょ。そうですね。あ、でも行ってすぐ帰ってくればぴったり行けます。じゃあもういっそもう行くんだったら行こう。レンタカーして富士急行ってココア飲んで帰ってこよう。一応やってる方に確認しよう。あ、そうしよう。
頼む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 。ご飯屋さんから何聞いたんですか。そんなこと聞くやついねって。充電コーヒーさんっていうの絶叫目当てで行くんだから富士急は。今入っていない。お、あ、そうですか、了解です、ありがとうございます。いやー残念、これは残念だわ。あの子、充電コーヒーさんのココアを飲まれたんですね。うん、これは残念だ。いや行きたかったー。一応いやーこれ来た。いやいいですか、一応充電コーヒーさんは何店舗かあるんじゃない。充電コーヒーさんでしょうか。本日営業させますでしょうか。5時まで。ちなみに、充電コーヒーさんは私は富士急ハイランドに行ったことがあるんですけども、今はどちらにあります。そちらだけですか。鳴沢の、はい、はい、失礼します。行きましょう。ちょっと待って、おい行きますじゃないだろ。これありな、これはありな。俺たちどこに行くって言ってんの。その富士急が閉まったけど本店みたいのがあるって話だよね。そうで、それがどこにあるって。鳴沢の近くですね。山梨県。何が近くなんだよ。僕ここ今東京からどのぐらいかかるんですかって聞いたら、お店の方が、あ、新宿からだなって向こうが俺もう覚悟ができた。行くんだったらパッと行こう。行くんだったら行こう。でももう本当に時間ギリじゃね。行くぜ行くぜ。さあ山梨に、山梨に行くんだよココアだよ飲みにめせめて飯やろ。俺こんなこと言いたくないよ。女の子二人優しくインタビュー受けてくれましたね。でそれで写真見せてくれてさ、飲み物だったわけよ。でそこの新宿で飲んだんです。わかる、それだとギリわかる。山梨の富士急ハイランドで飲んだココアですだって。しかも後の用事もあるのでココアいっぱい飲んで即帰宅。俺マジで何もできないからね、こっから山梨行って。客譲ってはめちゃめちゃうめえ。とんかつとかがあっちあんだったらわかるわ。ハンバーグ屋さんとか山梨、なんだっけあれ、爽やか静岡ですけどね。いや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 、なんかあるかな食べるもの。コーヒー屋さんだからさ、トーストとかあったりするかな。ココアがメインだという、うん、そうだね、小島な考え方だけは確かに。ココアがメインではあるわ。それは俺が悪いわ。はい、小島なじゃないよ別に。そしてちょっと待って、ここやばっくら。これエグいだろ。まぶしい、まぶしいお前。これないと真っ暗になっちゃうんで。大自然だからな。つくんでしょ。俺さ、腹ペコペコなんだけど。撮り終わったら自由だよね。自由なんですけど、次の用事まで本当に時間かかって。絶対めちゃめちゃうまくあれ、ここは。ココアでめっちゃうめえとかあんのかな。こんなこと言っちゃあんだけど絶対うまくあれよ。飲まねっつって。お疲れ様でしたって。もうほぼもう誤差みたいなもんだ。こちらです。こちらじゃないですか。ここそうです。充電コーヒー。え、なんか雰囲気いいね。17時までオープンだけど開いてくれるんだってね。ありがたいですね。到着しました。こちらが充電コーヒーさんですね。ちょっと見て。すごい。かわいい。すいません。こんにちは。すいません。ココアみたいなのってありますか？はい、こちらのカフェモカにのエスプレッソ抜きですから、はい、お湯を入れかけてます。あとこれが、はい、あと
字が書けるやつですね。そうですね、この中から好きな文字を選んでいただくことができます。これね、なんだっけ、文字、気持ちいいみたいな、気持ちいい、気持ちいいってありますか。はい、気持ちいいは、富士急ハイランド店があった時にあったんですけども。あ、そうなんですね。はい、ちょっと今ご用意がなくて。他何が、ここ以外でしたら、整う、はい、あとはヤバ、エグですね、あと最高、はい、うわー、この辺だったらどうしよう。じゃあ僕サウナがね、整ういただいていいですか。はい、わかりました、お願いします。はい、じゃあ整うで、ここはでお一つ、ね、お願いします。はい、ありがとうございます。ですね、ちょっと寒いですしね、ちょうどここは。僕らどれにしますか。なんでお前らだけ。ブラウニーとか結構好きですよね。まあ、お前らのブラウニーでどうでもいいんで。おすすめのお食事みたいなのはございますか。食事でしたら、甘い系だったらこの全粒粉のスコーンとオレンジとピスタチオブラウニー。うまそう。せっかくなんで。はい、そうですね。いただきましょう。いただきましょう。全粒粉の方のスコーンと、はい、ちょっと一つずつ。僕はピスタチオ。はい、いいわ。もう一つブラウニーお願いします。お願いします。恋をもむきのあるこじんまりとした可愛いお店、こういうところでも待っておけるんでしょ。はい、見て、いや、かわいい、おい、よくよくよく、夜間がかわいすぎるんだって。え、まさかこんな自然を味わえるとこんなことになるとは。さっき俺たちだってあの種町新宿にいたんだぜ。いや、綺麗ですよ、綺麗になりました。種町新宿に綺麗になりましたよ、本当に。ちょっと素敵だわ、これは。紹介いただきましたね。これはいい出会いだったな。この企画いいわ。ごめん、あんなごねて。いただきます。中禅コーヒーさんのココア。うまっ。シチュエーションも相まって、ああ家で自分で作るココアで全く全然違う。ココアには幅がないと実際思ってたんだけど、そんなことも言ったけど、飲んだ、ここからずっと鼻から甘くて、飲んだ後にずっと続く。でもって今からの季節に最適だわ。ありがとうございます。やばい、時間ない、時間ない。ちょっと飲みましょう、飲みましょう。お邪魔しました。ありがとうございました。お疲れ様です。あ、負担もらいます。ありがとうございます。からはるばる山梨まで充電コーヒーさんまでやってきましたけど、大正解でございました。この企画めっちゃいいわ。うわー、気持ちいい。またこの企画したいと思います。気になった方はね、住所とか載ってると思うので、充電コーヒーさんぜひ来てみてください。ということで、スタミナジャパンの YouTube 企画でした。また会いましょう。チャンネル登録いいね忘れずに。お疲れ様でした。バイバイ。あー、うまー、うわー、使うかどうか分かりませんけど、充電コーヒーさんのこの、これなんだっけ、スコーン、じゃあホットサンドか。ホットサンドいただきます。これ作ってる時からもうまそうだったからな。うわー、おっかー、これ
ごい